皆さんこんにちは、サイバモエです。仮想上のことに興味津々な VTuber です。今日は右側の炉の前でお話ししますね。今回も書籍仮想上の第2章にインスパイアされてお話を進めていこうと思います。どんな仮想上がなぜ仮想上に見えてしまうのかという哲学的な問いかけをしています。7つの写真を用いたアンケートを実施したところ、煙突や寺院風の建築は仮想上を連想させ、7つのうち唯一煙突がない酒田市西条だけが仮想上と正解した人がいなかったという結果を得たそうです。本当は7つの施設の写真すべてをご覧いただきたかったのですが、書籍仮想上と同じ写真を用意できたのは3つだけです。ご容赦ください。こちら書籍では写真2の高岡市西条、以前は建物のてっぺんに煙突がありました。それはもう誰がどう見ても仮想上だと思うのではないでしょうか。次はこちら、書籍では写真5の牧西条妙有院、お寺の印象を受けますが、やはり煙突のインパクトがあって仮想上だと気づいた人が多かったそうです。最後はこちら、書籍では写真6の富山市西条、工場や人海焼却場との回答が多かったですが、仮想上と正解した人も多かったとのことです。煙突のない酒田市西条は仮想上と正解した人がいなかったそうですが、はてさて、ひとたび仮想上に興味を持ってしまった現代人には仮想上にしか見えないというのが私の感想です。例えばドライブをしていて、このような建物の建設工事を目の当たりにしたら、私なら絶対にまず火葬場を疑いますね。皆さんもそうですよね。はい、ご同意の声が画面越しに聞こえてきました。ありがとうございました。書籍仮想上が出版されてから、典型的な仮想上の外観も変わり、また人々の意識も変わったと思います。もし改訂版仮想上が出版されたら、随分と内容も変わったものになりそうですね。それでは最後に、サムネの建物が一体何だったのか種明かしをしながらお別れしようと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではさようなら。